情報ナビのコーナーです。今週はイベント情報をお送りします。今日は13日に太田市で開かれるイベント、太田ザカントリーについてお話を伺います。ご紹介いただくのは実行委員長の金子良吉さんと広報の山崎正則さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、お二人ともね、テンガロンハットのお召し物あるということなので、こちら非常に印象的なんですけど、まず金子さん、まずこの太田ザカントリーというイベントについて教えてください。はい。太田ザカントリーという名前になってますが、実は、今回で6年目、いわゆる6回目となります、うん。参加してくださる外国人のバンドがありまして、そして町の太田市の 1% 事業というのもいろいろ加わっていただいて、そして今日に至りました。カントリーと申しましても、やはりアメリカ南部の曲ということで、非常に好評が得てます。まずバンドも合計10組なんですけども、あとはダンスですね、カントリーダンス、女性の方々が約50名近く踊られまして、一般の人たちも参加できて、当日は楽しく一日を過ごしていただければと思っております。非常に楽しい陽気なイベントとなりそうですけれども、まあ、せっかくですからね、金子さん今ちょうど、まあ、ギターをお持ちということなんで、ぜひ一曲ちょっと披露していただいてよろしいですか。はい、お願いします。ただびいばせれめらでぺせぐわ Don't be great with me shall I cryWhen you go, if I dream, let you dream face goodbye. Now and then, and the fool such a die.ありがとうございます。カントリーミュージックって言いますと結構陽気なイメージもあったんですけど、はい、そうですね、広々として、うん、大らかに、はい、そういう気持ちがカントリーミュージックの大事なクラシックと思ってます。なるほど、はい、ではイベントについてもね、詳しくお話を伺っていこうと思いますが、まあ、出演される方ですが、はい、山崎さん、これはどういった方が出演されるんですか。本当に群馬県内はもとより全国から、そして今回はですね、目玉の一つとしまして、アメリカ空軍太平洋音楽隊、通称パシフィックトレンズというんですが、素晴らしい演奏を聴かせていただけることになっています。いや、非常に楽しみですよね。アメリカ空軍のバンドの皆さんがどんな曲を披露してくれるのか、そのあたりは当日行ってみてのお楽しみです。そうですね、毎年これはですね、アメリカ大使館さんから、このイベント公演いただいてるんで、そんな関係で、今までもね、お願いしてきたんですが、なかなか来ていただけるチャンスがなかったんですが、今回初めて来ていただけるということで、我々も楽しみにしています。そして先ほどね、金子さんのお話の中で、ダンスなどもあるということでしたけれども、ダンスチームというのは、地元の太田市の、ダンシングエンジェルというチームもあるんですが、栃木県や東京都からも来ます、そして一般のご来場者の方を対象にしたですね、ダンスレッスンも、大体お昼頃になるかと思いますが、そんな予定もしておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。何かお店などが出たりとかもされるんでしょうか。はい、これも毎回恒例になっておりますが、私は B 級グルメ、例えば焼きそば、これをはじめとしましてですね、地元の農産物やですね、骨董品もまた販売しておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。なるほど。非常にそのあたりバラエティに富んでいるということですかね。他に何か催し物などございますか。それはですね、今回の富士スバル様にもご協賛をいただいております。そしてまた今回ご協力もいただきまして、スバル社の新車展示もございますので、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいなと思っております。皆さん、若い人からお年寄り、中年の方、私たちはそういう人たちを全部来ていただきたい、で今回は先ほど説明なかったんですけども、幼稚園児も50名参加します、で可愛い子たちが前でやはりカントリーダンス踊ります、そんな形で、結構盛り上がる、だから知らない人が来ても一緒にステップを踊れるような、そんな雰囲気になると思います。来てもらって楽しんでいただく、これが私たちの希望でございます。今回行われる会場なんですけれども、太田市の北部運動公園というところで、地元の方は分かるかと思いますが、丘の上でありますので、太田市内も一望できますし、いい風が吹くんじゃないかなと思っております。
まあ、景色も楽しんで、音楽、カンドリーも楽しんで、さらにダンス、食べ物、はい、非常に楽しむポイントがいっぱいありますね。入場無料、駐車場も無料ですんで、うん、はい、多くの皆さんぜひお越しいただきたいなと思います。なるほど、わかりました。いや、本当に多くの方にお越しいただきたいイベントですね。では最後に門子さん、視聴者の皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか。今年は特に外国のバンドが来てくださるので非常に人数が増えると思います。入場無料、駐車場無料、約500台以上の車が入れますから、ぜひおいでください。お待ちしております。ぜひ多くの皆さんにお越しいただければと思います。情報ナビのコーナー、今回は太田ザカントリー実行委員長の金子さんと広報の山崎さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。